釘を残らず引き抜いて扉の中に入ってみると、中にはわあ、やったやった、こら、たっくん、あ、やっと復旧したか。でもこんなに長い停電も久しぶりだよな。まあこれでようやく仕事に戻れるぞ。やばい、残り時間もう2時間もないじゃないか。これ大急ぎで取り掛からなきゃ。パパ、さっきの話の続きは？あとあと、仕事が片付いてからな。
のやめたの？ところが友人はすごく気に入ったらしく、即決で契約して引っ越しも早々に済ましてしまったんだよ。で、それから数週間経って友人から電話がかかってきてね。あの家何かおかしいって。聞いてみると誰もいないはずの2階から小さな子供の声というか泣き声が聞こえてきたり、廊下に誰のかわからない赤いクレヨンがポツンと落ちてたりするんだって。クレヨン？ねえルリちゃん、黙って。もう。 A さんがもう一度その家を調べてみると、あることに気づいたんだ。そう、2階に一部屋足りないってことにね。ここにもう一部屋あるはずと思えるスペースは確かに存在するのに、いくら探してもそこへ入るための扉が見つからない。絶対ここにもう一部屋があるはずと A さんが丹念に壁を調べているうち、やがて壁紙の一部の色がわずかに違う場所を見つけたんだ。どうもこの部分の壁紙だけを後から貼り直したらしいんだな。それで壁紙を剥がしてみたら、あったんだよ。やっぱり何十本も釘を打ちつけて絶対に開かないようにされた扉が。釘を残らず引き抜いて扉の中に入ってみると、釘を残らず引き抜いて扉の中に入ってみると、中には、わあ、やったやったこら、たっくん、あ、やっと復旧したか。でもこんなに長い停電も久しぶりだよな。まあこれでようやく仕事に戻れるぞ。やばい、残り時間もう2時間もないじゃないか。こりゃ大急ぎで取り掛からなきゃ。パパ、さっきの話の続きは？あとあと、仕事が片付いてからな。行ったのかしら。たっくん、覚えといてよ。Thank you.
ルリちゃん、わいやわい。え？なんだイーサンか。もう窓から急に入ってこないでよ。びっくりするじゃない。ごめんな。でも、別に脅かすつもりはなかったんやで。必死の思いで走り回って。ようやく逃げ帰ってきたとこやね。何？どうしたって言うの？外に出て家の周りを探してみたんやけど、怪しい奴が全然見つからなんだ。さかいついでにこの近所も見て回ろうかって。ちょっと足を伸ばしたらいたの？毒蛇兄弟。いや、そうやなくて、パトロールしてる警察とばったり出くわしてな。それがなんや知らんけど、この付近やたらおんねん。パトカーやら警官やら。ニュースで言ってたけど、この近所の変電所で爆発騒ぎがあったんだって。さっきの停電の原因もそれらしいわよ。爆弾テロの可能性もあるって言ってたから、それで警戒してるんでしょ、きっと。にしたってワイを見た途端走って追いかけてくるんやで。まるで犯人扱いや。そりゃあね、この時間にそんな格好してうろついてりゃ当たり前よ。どう見ても不審人物って感じだもん。とにかく捕まらなんでほんまよかったわ。しんどかった。ん？くつろいでるところ悪いんだけど、イーサン、ちょっと出て行ってくれる？そんなせ、
うな。ようやっと逃げ帰ってきたっちゅうのに、また外へ出てけやなんて。何勘違いしてるの？そうじゃなくって、少しの間この部屋から出ててちょうだいって言ってるだけよ。え？パジャマに着替えるの。レディーの着替え覗くつもり？なんや、そうならそうと言うてな。はいはい、わかりました。パジャマやないか。あんまりジロジロ見ないでよ、恥ずかしいじゃない。
もし。なんだ、ナオカ、どうしたの？あ、ごめん、まだ読んでない。なんだったの？そんなこと決めないでよ。でもプレゼントっていうか。問題やねんてな。連中がどっからタイムマシンを手に入れたかってのが。自分たちで作ったん
じゃないの？それはないわ。タイムマシンは連中なんかに作れるような簡単な代物やないもん。だってな、我らの時代になってもまだ誰もタイムマシンを作るのに成功しとらんのやで。ちょっと待ってよ。だったらどうしてタイムマシンがあるの？このことを説明するんやったら、タイムマシンがどういう経緯でこの世に誕生したかってことから話さんとな。じゃあ話してよ。まず最初に言っておくとやな、タイムマシンは発明されたもんやないね。発明されたんじゃないんだったらどうやってできたっていうの？それはやな、ルリちゃん、ママがご飯だって。やばい。
ルリちゃん、これ…あ、ダメ、それ触っちゃ。草薙くんの誕生日プレゼントなんだから。草薙…あ、ごめんごめん。草薙くんって今話してた高校の同級生の子な？そんなことより、さっきの話の続き聞かせてよ。ああ、うん。タイムマシンの話やったよな。あな、タイムマシンは発明されたんちゃうねん。発見されたもんやねん。発見された？21世紀の長頃まではな、タイムマシンなんてまだまだ夢物語。せいぜい漫画とか映画に出てくるぐらいのもんやって。そのある日、町のど真ん中に突然本物のタイムマシンが現れよったんや。ちなみにこの最初のタイムマシン、今ではアダムって呼ばれてるんやけどな。そのアダムって誰が乗ってたの？いや、誰も乗ってへんよ。ちゅうか、人が乗れるようなもんやなかったんや。それってどういう意味？アダムは正確に言えばタイムマシン中よりタイムマシンの動力部分だけやねん。そやな、例えるならエンジンと。なんだ、ナオカ、どうしたの？あ、ごめん、まだ読んでない。なんだったの？
こと決めないでよ。でもプレゼントっていうか。でも彼、私のこと避けてるような節があるんだもん。それに噂だけど、草薙くん、ナオと一緒にサッカー部のマネージャーやってる白鳥さんと付き合ってるって。白鳥さん美人だし、私なんか。何かあったの？本当かな？なあ、面白がってるだけじゃないの？なおって誰なん？小学校の時からの親友。なんや、あのプレゼントに関係した話みたいやったけど。なお、草薙くんのいるサッカー部でマネージャーやってるの。私が彼を好きなの知ってて、それでさっきみたいにいろいろと世話を焼いてくるのよ。ええ友達やないか。そう？せっかいなだけよ。さてと、じゃあちょっとパパとママにお休みの挨拶してくるね。ああ。私、そろそろ寝るから。え、もう寝るって？珍しいな。ほんと、夏休みに入ってからずっと夜更かし続きだったのに。どういう風の吹き回し？だって明日は、ほら。明日？何かあったっけ？もう、明日は第4日曜日。私が朝食を作る日でしょ。そうだったわね。新しいレシピを開発したんだ。これがもうめちゃくちゃなんだから。それってどんな料理なんだい？
でね、ダメ、明日のお楽しみ。じゃあパパママおやすみなさい。あ、おやすみ。おやすみなさい。やれやれ、もう1ヶ月経っちゃったのか。私はもう寝るけど、イーサンはどうするの？毒蛇兄弟が来んか、見張っとらなあかんし。わい、起きとるわ。あ、そう。もしもし。ん？間違い電話？無言電話。このところ毎日よ。誰かに恨まれでもしとるん？そんな覚えないんだけどな。じゃあ、電気消そうか。でも、イーサン起きてるんでしょ？待ち伏せしとるから、暗い方が都合ええんや。そう、じゃあお願い。おやすみ。あ、おやすみ。
イーさん、あのさ、タイムマシン使ってさ、私が将来誰と結婚するか。あー、残念やけどな、規則でそういうことはしたらあかんことになっとんねん。そりゃそうよね。草薙くんか。草薙くんのこと、もうずいぶん前からな。どうしてそんなこと聞きたいの？草薙って名前、いや、ちょっとばかし興味が湧いただけのことやねんけどな。それから話したないんやったら別に。お母くんとはね、同じ幼稚園だったの。マー君って、草薙君のこと？うん、昔は家もすぐ近所でね、いっつも一緒に遊んでたんだ。いつだったかな、結婚式ごっこやるからってママの指輪こっそり持ち出したことがあったの。私の相手はもちろん決まってるじゃない。あの頃は将来マー君のお嫁さんになるんだって本気で思ってたんだもん。でね、みんなおもちゃの指輪なのに私だけ本物持ってきてたから、貸して貸してって取り合いになって、そのうちに指輪なくしちゃってたの。みんな一緒に探してくれたんだけど、なかなか見つからなくて、夕方になって親が迎えに来て、一人二人って帰って行って、最後には私とマー君の二人だけで探してたんだけど、とうとうマー君のママも迎えに来て、私一人で泣きながら薄暗くなった原っぱを探し回ってたっけ。指輪見つかったん？結局見つからないまま家に帰っちゃった。その時にはまだママは指輪がなくなったことに気づいてなくてね、そのことを言おうかどうしようか迷ってるうちに、夜遅くなってマー君の家から電話がかかってきたの。うちの子がいなくなったんだけど知りませんかって。もしかしたらって思ってたら、案の定マー君原っぱにいるところを見つかったんだって。両親にはこっぴどく叱られたらしいけど、とうとうどうしてそんな夜遅くに原っぱにいたのかは言わずじまいで、そしてね、次の日幼稚園でなくした指輪こっそり私に渡してくれたの。でも、それがなんで今みたいな関係になってしもうたんや。幼稚園の卒業と同時にマー君引っ越しちゃったの。引っ越すって聞かされた時、私ワンワン泣いちゃって。あの時のマー君すごく困った顔してたな。それでね、次の日になると悲しいのと同時にすごく腹が立ってきちゃって、今度は八つ当たりよ。引っ越しするまでの数日間、話しかけられても無視したり、家に呼びに来ても許し使ったり、結局見送りもしてあげなかったんだよね。本当、なんであんなことしたんだろうって、今でも後悔してるので、それからずっと音信不通だったんだけど、何年かして再会したってわけか。中学3年の時にまたこっちに越してきたんだって。連絡も何もないから
私しばらく知らずにいたんだけど、2学期の頃だったかな。学校の帰りに偶然サッカー部で練習している彼を見かけたので、どうしたん？もちろん練習が終わってからすぐに会いに行ったよ。ずっと心残りになってた。あの時のことも謝りたかったしね。でもマー君、草薙君、私のことちゃんと覚えていてはくれたんだけど、なんだかそっけなくって。そりゃあ長い間会ってなかったんやから、ちょっと戸惑っとっただけやないんか。というより私が鈍いのよね。普通また戻ってきたらそのこと連絡するじゃない。連絡しないってことはつまりそういうことでしょ。そんな考えすぎやて。ううん、それだけじゃないもん。時々廊下ですれ違っても彼すぐに目をそらしちゃうし。引っ越しの時のことまだ根に持っとるんゆんかいな。そんなことないやろ。でもやっぱり昔とはなんか違うんだよね。で、どうする気や？イーさんはどう思う？そやな、ワイやったら真正面から相手の気持ち聞いてみるけどな。そりゃ聞きゃ聞いたで後悔することになるかもしれん。でもそんな後悔大したもんやないって。ええんか、自分の頭の中だけで完結させてもうて。まあそんなんで納得できる程度のもんならそれでもええけど、そうでないんやったらきっと一生後悔が残るでな。そう思わへん、ルリちゃん？ルリちゃん、聞いとるん？ルリちゃん？なんや、めっちゃ寝つきのええ子やな。ま、ええか。見てきてあげる。ごめんな、ルリちゃん。